本日紹介させていただくのは三谷紬さん。素晴らしい方ですね。三谷紬、生年月日1994年4月4日、出身地千葉県、身長162センチメートル、血液型 B 型、テレビ朝日の女子アナウンサーです。推定3サイズはバスト88センチメートル、ウエスト60センチメートル、ヒップ86センチメートル、おっぱいのサイズは G カップです。あまりにも大きいそのおっぱいは、フジテレビの巨乳アナ渡辺渚をしのぎ、キー局の現役女子アナナンバーワンとも呼ばれています。弟が1人いる4人家族の長女として、千葉県佐倉市で生まれ育ちました。実家は創業200年以上前の老舗呉服店、三谷屋呉服店を営んでおり、紬の名前は着物の聖地が由来しています。高校は内部進学で共立女子高校に進み、当時は意外にもギャル系のファッションをしていたそうです。高校卒業後は将来サッカーに携わる仕事をするため、マスコミ学を学べる法政大学社会学部メディア社会学科に進学しました。所属していたサッカーサークルでは、マネージャーだけでなく監督補佐として戦術やベンチワークも担当していました。同校にはフジテレビの久慈暁子やテレビ東京の角谷暁子もいたそうです。そして2017年テレビ朝日に入社しました。入社1年目から看板番組報道ステーションの気象情報キャスターに起用されると、翌2018年には念願のサッカー番組であるやべっち FC の進行役を任されました。ブレイクしたのは2020年、テレビ朝日の公式 YouTube チャンネル動画始めてみましたのダイエット企画です。 G カップ巨乳おっぱいのタンクトップ姿やピチピチのレギンスを履いたエッチなまんぐり返しがエロすぎると大きな話題となりました。2022年には 10kg のダイエットに成功しましたが、逆にガリガリに痩せすぎてしまい、最大の長所である巨乳おっぱいも急激にしぼんでしまいました。しかし現在は少しリバウンドし、痩せる前の程よいムチムチ感を取り戻しています。そのため今後は女子アナには不要なほど大きい G カップ巨乳を生かし、田中みな実、宇垣美里、スミレーナ、森かすみのようにおっぱいを強調するようなビキニ水着姿やランジェリー下着姿のグラビアに挑戦してほしいところです。大きな乳首ポチや巨尻の食い込みのサービスカットを見せてくれれば、グラビア系女子アナのトップに立つポテンシャルが十分あるでしょう。これからも三谷紬さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。